ラブパワーステーション、お姫様のいざないの時間です。皆さんこんにちは。この番組は純愛をテーマに、よりハートフルで自然力 100% に行きたいあなたへお送りするラブパワーステーションです。あなたがもっともっと幸せでいてくれるために大切なこと、それは愛する順番守ることで1番から7番まであるんです。私たちは自然界に生きる動物だから、空気が一番大切ですよね。子供や仕事、恋愛やお金などの心配をしているときは、そのことばかり気になって下を向いてため息ついていませんか？そんなときは顔を上げ、深呼吸して、空気さんありがとうって言ってみてください。新鮮な空気が体中に行き渡り、きっとすっきりしてきますよ。2番目は、あなたが生まれたルーツ。自然界があって、ご先祖様がいて、ご両親がいて、生まれる前からとっても幸せなあなたがいます。3番目は、そんな幸せなあなた自身を信じて、自分をもっともっと大好きでいて、ワクワク楽しんでくださいね。4番目は、あなたをいつも支えてくれる大好きな家族、それがラブパワーステーションとなり、そして5番目は、今日出会える目の前の人と楽しむ。あなたがいて私がいる、あなたが笑顔だったら私も嬉しい、だからあなたの笑顔にありがとうの感謝をたくさん込めて。6番目は、あなたの理想。健康、仕事、家庭、経済、恋人などのたくさんの理想を描いて。そして7番目は、その理想を手にしてくださいね。この愛する順番を大切にして、とっても素敵な人生を楽しんでいただきたいなと思います。はい、今日もリスナーの皆様を笑顔にしたいのりこと、幸せナビゲーターのバジルさんとでお送りします。こんにちは。こんにちは。はいですね、熊本の地震でですね、被害に遭われている方、そしてそのことでね、胸をたくさん痛めている方々がいらっしゃると思います。少しでも心安らいで癒されますよう、今日ですね、この番組ラブパワーという番組ですし、ですので、本当にラブパワーたくさんね、お届けさせていただけたらいいなと思っています。はい、じゃあ今日はですね、九州大学准教授の心理学スペシャリストの瀬野武春様をお迎えしております。こんにちは。よろしくお願いします。いらっしゃいませ、はい、今日2度目ということで、はいはい、本もですね、2冊目の驚きの心理学、こちらの方ご紹介させていただきたいと思うんですけども、またこのキャッチなタイトルが、人生を成功に導く無意識を整える技術ということで、でもすごいこうシンプルな表紙なんですよね、はい、この表紙のデザインとかは瀬野先生もなんかアドバイスされてらっしゃるんですか？これはあれなんですよ、公文写真書 あのフォーマットなので。そうなんですね。公文社から出す方は全部この形になります、ね、そうなんですね。はい、わ、はい、かります。でこの中でですね、ちょっといくつかすごい気になったのがあるんですけども、ちょっとですね、今日一番に、ちょっとお話していただきたいのが、ちょっとなんかハリケーンの話、はい、もうちょっとしていただけたらなと思います、はい、ちょっと震災もあったので、はい、それに関してちょっと関連して本に書いた話なんですけど、アメリカではですね、ハリケーン、台風ですね、に名前をつけます、はい、例えばアレクサンドラとかアレクサンダーとか名前をつけるんですね、でこの時実は女性名のハリケーンの方が死者数とか死傷者数が増えるということが言われています。女性の方がですか、はい、ですけどこれ、はい、ランダムに名前をつけているんですね、男女、はい、ランダムに名前をつけているので、はい、そのなんでじゃあ女性名のハリケーンで死者数が多いんだろうかというふうに、それを心理学者が調べたところ、はい、そのやはり女性名のハリケーンの方が、この女性的な柔和さとか優しさとか、はい、柔らかさを想起させてしまうので、その脅威がより少ないというふうに無意識のうちに我々が見積もってしまうんですね。それ無意識ですよね、はい、無意識に油断してしまうんです。その無意識に油断してしまうがゆえに、例えばちょっと裏の川を見に行こうとかですね、そういううっかりした行動が促進されてしまって死傷者数が増えると言われています。面白い。なので、そのちょっとした油断がやっぱり一番危ないので、はい、今もう余震だから大丈夫であるとか、例えば福岡は断層が走ってないから大丈夫であるとか、はい、広島は遠いから大丈夫であるとか、はい、そういったこう油断をせずにですね、少しでも、ちょっと、緊張をずっとするのは大変ですけど、
とにかく油断せずに今、生活するっていうのが大事なことかなと思います、うんうんまあ、そうですよね。福岡って地震がやっぱりないってずっとなかったっていうのもあって、統計的に地震保険に入ってらっしゃる方がすごい少なかったという、うん、で地震保険が入ってる方が少ないし、イコール地震が少ない県だということで、実は地震保険料も安かったりしてたんですよね。そうなんですか、はい、なるほど。まあ、そういったことでやっぱり危機感が私も含めね、はい、やっぱすごい薄いこの県だなというふうにはそう感じてたんですけども、はいはい、もう一個じゃあ震災について言うとですね、はい、警戒音が携帯で鳴りましたよね。特に福岡県民の方は深夜に3回も4回も鳴ってですね、はい、あれが鳴るたびに非常に怖い思いがするじゃないですか、はい、うちの娘なんかも非常にあの音を怯えてしまったんですけど、うんうん、あの音についてもですね、ただ怖いと感じるんじゃなくて、一つ、まあ、ちょっと知識として覚えておくと、はい、まあ、一つ上から目線でものが見れればちょっとでも怖さが減るかなと思ってちょっと話したいんですけれども、はい、人間っていうのはそもそも不快に感じる音とか、うん、恐怖に感じる音っていうのを本能的に持ってます、うん、例えば黒板に爪を立ててこうやるとキーっていうすごい嫌じゃないですか。もう今想像してしまいました、はい、あれもですね、まあ、ボスザルの鳴き声の周波数に近いとかっていう仮説があってですね、その進化するの過程の中で恐怖を感じた音がやっぱり体に染み付いているものがあって、はい、そういうものが怖い、まあ、ピアノなんかでも共和音は気持ちいいですけど、不協和音はなんか不安な感じがしますよね、はい、まあ、そんな感じでですね、人間進化の過程の中で音に対して快感情、不快感情というのを抱くんですね、はい、まあ、ベートーベンの運命なんかは、まあ、いい音楽ですけどやっぱりどっかに緊張感があったりとか、うん、まあ、しますよね。そういうのでですね、あの警戒音、まあ、口で真似タラン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 って音ですけど、あれなんかが、あれなんかも開発者がすごい頭を使ってですね、いかにその警告音であることが分かって かつそんなに不快じゃなくて、うん、まあ、その緊迫をもたらせる音かっていうのを作ってる中で探したんですけど、その中でですね、伊福部明さんっていう日本の作曲家がいてですね、はい、その人が、シンフォニア・カプラータっていう曲を作っていて、その第三楽章にあのフレーズがあって、はい、それを使うってことに決められたんですけど、はい、実はこの伊福部明さんっていう方非常に有名な方で、あのゴジラのテーマ曲を作られた方なんです、はい、タタタンタタタンタタ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 タンってやつですね、はい、つまりこう日本で一番ある種緊張とか恐怖を煽るような音楽を作るのに長けた人の楽曲を参考にしているので、あの音が怖く聞こえるわけです、はい、まあ、そうなんですね。こういうことを知っとくだけでもですね、はい、その恐怖を一つ上の次元でちょっと見ることができれば、あれはそう伊福部明なんだみたいな、そのちょっと余裕を持ってですね、ですね、もしかしたらまた次になるかもしれませんけど、はい、そういう時にちょっと余裕を持てればなと思ってこういう話をしてます、うん、はい、ですね、そう、あの警報もそれを知ることによって、じゃあ準備をしなさいっていう、はい、そういった警報であるから、ね、不安を煽立てるものじゃ、不安をかき立てられるものではなくって、はい、深呼吸をして、じゃあ何をしたらいいのかっていうのをですね、考えられたらいいんじゃないかなと、はい、本当思います、はい、で私もその娘もやっぱり正直娘もすごい怖がってて、まあ、娘に教えたことは、まず自分が生き延びることを考えなさいって教えてるんですね、うん、自分が生き延びることによってたくさん多くの人をやっぱ助けることができる可能性があるから、うん、まず自分が生き延びることを考えてほしいなというふうに、なんか、はい、ね、伝えていきたいなと思っています。特に、はい、子供とかは感受性が強いの で、うん、ですよね、体に、ね、ムキムキの人がいれば弱々しい人もいるっていうのと一緒で、うん、はい、心のそのタフさっていうのも個人差が非常に激しいんですね、うん、ですね、まあ、なのでその大人の男性がもう平気だろうと思って、はい、その、まあ、警告音が鳴って怯える子供とかですね、女の人を見てですねバカにするみたいなことは絶対にダメでして、うん、そのやっぱりその感受性が強くて恐怖を自分以上に強く感じてる人がいるっていう、そういう認識をですね、うん、持ってもらいたいなと思います。で、うん、もしね自分がその強い方の人間だっていうふうに分かるならば、弱い人に少しでもね長い時間寄り添って、うん、まあ、本当ですね、一番いいのは、まあ、親だったら自分の子供に少しでも長く一緒にいるような、うん、そういうことをするのを、まあ、話すのが心理学者の仕事かなと今は考えています、うん、ありがとうございます。そういう時にですね、寄り添ってくれるだけでもやっぱり
嬉しいですし、またそこでちょっと触れ合ってハグしてもらえたらまた落ち着くからですね、うんはい、でも 今のお話を伺うと、じゃあそういう怖い曲があって恐怖にこう感じるっていうことは、逆に心地よくなる音楽も自分の中でしっかりと知ってたら、はい、そういう辛い時なこそなんか自分の子供の頃好きだった曲とか、うんはい、心安らぐ例えば小鳥のさえずりだったり、この川の流れの音だったり海の音だったり、うん、皆さんそれぞれ好きな音ってあると思うので、うんはい、それをはい、それはもう今スポーツトレーニング、ね、メンタルトレーニングの中にもう実践されていてですね、うん、例えば高橋Qちゃん、あのマラソン、はい、彼女はひとみさんの曲を、走る前に必ず聴くというのをルーチンにしてたらしいんですけど、うん、そういうふうにその自分のメンタルをポジティブにするその曲っていうのを自分で見つけて、それを怖い時に聴くようにしておけば、ある程度自分の感情がそのコントロールできるって、そういうメリットもあるかと思いますね。そういったことが詰まってるんですね。はい、一応詰まっております。あとなんか脳を活性化させるなっていうことでちょっとすごい気になったんですけど、よく脳を活性化させて勉強しようとかですね、はい、運動して脳を活性化させようってよく言うんですけど、実は、もちろんそれは反面合ってるんですけど、もう反面では事実じゃなくてですね、実はその上手くなる、上達するっていうのは脳を活性化させないことなんですよ。そうなんですか、逆ですか。逆なんですよ。ネイマール選手ってブラジルのサッカー代表の人の、はい、と、一般人のサッカー選手と一般人の脳内活動を測って、でその足を一定のリズムに合わせてくるくる回すっていう活動をしながら脳の画像を撮ったんですね、はい、そうするとネイマール選手は全然脳が活動しないんですよ、うん、でその一般のサッカー選手のはちょっと活動して、運動してない普通の一般人はものすごい脳が活動してしまうんです、うん、それ何が起こってるかっていうとですね、足を動かすみたいなサッカーに必要な活動に対して省エネ化が起こってるんですよね、脳の。その上手い、上達してる人、上手い人っていうのは、うん、省エネで脳を省エネ化させてそれに対応できる、つまり他のことにより労力を避けるわけなんですよね、うんはい、なので実は上達するとか、うまくなるっていうのはいかに脳を活性化させないように使うことができるかと、うん、ただその活性化させないためには練習、反復練習を何回もすることで、うん、その期間はやっぱり脳って活動するので、はい、だから、極端なこと言うと脳をたくさん活性化させて活性化しない脳を手に入れるっていう作業が、うん、実はスポーツとか勉学の、王道なんですよね。なのでその脳が活性化したからいい、嬉しいとかっていうのは実は反面ね、はい、間違ってるっていう形があってですね、脳をいかに活性化させないか、活性化してないのこそ素晴らしいっていう面があるよっていう話をちょっと書かせてもらってます。すごい、なんか深いですね。はい、ぜひぜひ皆さんこのですね、はい、手に取って読んでいただけたらいいなと思います、はい、はい、どうもありがとうございました、はい、また後でバジルさんのコーナーでも先生よろしくお願いいたします、はいはい、じゃあのりこの今週の一言ですけども、お財布にですね、皆さんお札の向きはどのように入ってらっしゃいますか。僕は一応顔が成立するように入れて、それで額の多いほど手前に持ってきてます。あ、そうなんです、素晴らしいです、はい、お札の向きですね、うん、そのこのお顔が上を向いてるか下を向いてるかっていろんな説があるんですけども、やっぱりお金はですね、こう世の中を循環してさらに幸せに大きく皆さんが豊かになるっていうのが一番理想的なので、自分の中に入ってきたからもうどこにも出ていかないでって独り占めをするのではなく、出ていって旅をしてさらに大きくなって戻ってきてほしいという意味で上向きがいい、上向きですね、はい、やっぱりですね、幸せに循環してこそがやっぱりそのお金の価値が生きてくるんじゃないかなと思います、うん、はい、今週ですね、短いですけどのりこの一言は、うん、お札の向きは上向きで上向きということでお金をもっともっと幸せに循環させましょうということで、はい、バジルさんの幸せ魅力アップコーナーのよろしくお願いします。はい、4月18日、本日の幸せ魅力アップコーナー、はい、ゲストに学ぶ、ゲスト様に学ぶね、魅力アップコーナーということで、本日のゲスト、瀬野さんの魅力をね、自然界からいただくこうメッセージから紐解いてお伝えしたいと思います。こういつもね、ご紹介しているこういうね、羅針盤10色のカラーがあるんですけど、こちらでちょっとね、魅力を紐解いてみたんですけれども、この中でね、出た色が今日
はねグレーだったんですね。ね、グレーの中でも同じ色でもねお一人お一人いろんなこうあの意味合いが違ってくるんですけれども、はい、瀬野先生の場合はね、このグレーっていうのは、ね、洞察力があって、細やかなね心配りや聞くあの気配りがねできる奥ゆかしさが、魅力となったんですけれども、なんかその通りって感じですね。いやいやいや、お話聞いててもその通りだなと思います。お恥ずかしい。なんかこういった一面で、ね、周りからもこう言われることってありますか？そうですね、まあ気が弱いのは気が弱いので、そうですね、奥ゆかしい面はあるかもしれないですね、はい、弱いって逆に優しいってことですね。まあそうですね、まあ、女性的な感じはあるかもしれないですね。 あんまりだあの強い男子ではないなという自覚はありますね。いいですね、でも優しさがね、日本人の、ね、和の心でもあり、こうした、ね、災害時などは特にこう互いを思いやる、ね、助け合いの心が大切ですよね、お仕事にも、ね、生かされているこう洞察力がおありなので、きっと、ね、頼れるこう、ね、優しいお方なんだと思うんですけども、さらに、ね、飛躍のメッセージ、こちらちょっと紐解いてみたんですけどよろしいでしょうか？はい、ご自身のことには、ね、ちょっと、ね、厳しいお方のようなので、もっと、ね、自分で、ね、自己評価をこう高めめて、で、人と比べたりとか、ね、否定的にならずにこう長所に、ね、あのフォーカスした視点を持つことと、あとこう、ね、ご自分も、ね、相手もこう尊重するこう お付き合いを、ね、もっと意識されるとさらに、ね、魅力が発揮されるっていう、ね、メッセージが出たんですけども、いかがでしょう？その辺。そうですね、やっぱりネガティブシンキングが結構あるんで、そうですね、まあ、自分に厳しいかどうかはあれですけど、自己評価が低いっていうのはある当たってるというかですね、あるなと思います。そうなんですか、先生がですか？はい、ネガティブシンキングなんですよ。あの、はい、ね、洞察力がある分ご自身にも厳しいんじゃないかなと思って、なんかそうですね、いいことがあってもなんか次転覆させられるんじゃないかみたいな常になんかそういう、でもまあ、はい、なんかそれでもうここまでやってきたんで、まあ、それでもいいのかなっていう、でもまあ、あの改善というか、バランスよくいこうかなとは思いますね。きっとなんかね、私たちにはないね、こう高い山がきっと、ね、先生には見えてるんだなと、ね、高さが全然違うんでしょうねきっと、ということでね、今日は、後ほどのね、心を浄化するアプローチでは、まあ、傷ついたりね、疲れた心を癒して思いやりあるね、助け合いの愛の器が大きくなるようなアプローチを行いたいと思います。ということでね、ちなみにこう瀬野先生から学ぶ、ね、奥ゆかしさ、これをちょっとね辞書で調べてみたんですけども、はい、この奥ゆかしさというのはね、上品で慎み深く人の痛みが分かり、細やかな心配りや心遣いに長けているということなんですね、でさらにね、女性の魅力としてこれをね、はい、ちょっとこうね調べてみると、すごい欲しいです。欲しいでしょ？欲しいですそうそうそう、見てみたんです。するとね、人にね恥をかかせない、相手を立てる心配り、はい、特に殿方にね、それから大騒ぎしない、はしゃがないみたいなね、まあ、可愛いはしゃぎ方はいいんですけど ね、はい、それから聞き上手である、挨拶やマナーの美しさがあるみたいなことがね、挙げられてました。こうね、結構参考になりますよね。本当ですね、これいかがでしょう、こういった奥ゆかしい女性っていうのは、はい、いいと思いますね。いやでもまあまあまあ、いろんな人がいていいかなと思いますけど、はい、でもまあ魅力がある人の一つですよね。なんかこの番組でもね、いつもこう定番で聞いてるんですけど、はい、先生から見る女性のこう魅力的な方っていうのはどんな方ですか？まあ、無難ですけど、まあ、あの前は多分個性的な人って言ったと思うんですけど、まあ、個性的なのが僕一番好きですけど、まあ、やっぱりまあ優しさっていうのはあると一番いいですよね。個性はどんな個性とかが？個性はそうですね、まあ、迎合しないっていうか、まあ、全体に対して迎合していかない、まあ、自分らしく、まあ、他者と違うと不安が生まれたりとか、圧力が生まれますけど、それに自覚的に戦っていけるような人はいいんじゃないかなと思います。いいですね、自分の軸があるっていうね、素敵です。ということでね、そろそろね、浄化のアプローチをさせていただこうと思います。はい、今日はね、先ほど言ったように傷ついたり疲れている、ね、心身を癒して、思いやり助け合える愛を大きくするイメージで行いますので、皆様もね、そうなると決めて、感謝で受け取っていただければ効果的かと思います。興味のない方やね、疑う方には届きませんので、申し訳ないんですがスルーされてくださいね。それでは、させていただきますね。今ですね、バジルさんの方で自然界とつなぐアプローチの方をしていただいています。後日ユーストリーム等でお聞きの方にも受け取っていただけるように設定されています。私たちを生かしてくれるこの自然界に感謝の思いを馳せて、
空気さんありがとうの気持ちで深呼吸しながらどんどん心がきれいになっていく、そんなイメージでお待ちいただけたらいいなと思います。今傷ついた心をどん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 ですね、きれいにその傷の方をきれいにクリアになっていく、そしてまっさらさらの美しいキラキラ輝いた心が、希望に満ちた心がどん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 新しくできていく、そんなイメージを持っていただけたらいいんじゃないかなと思います。そしてそのキラキラ輝いた心がさらに隣の人、またさらにその周りの人にもどん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 そのキラキラが広がっていく、そんなイメージで待っていただけたら、どん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 心がクリアに綺麗になっていくと思います。はい、以上で、はい、ありがとうございます。終了しました。はい、皆様お付き合いいただいてありがとうございました。そろそろねお別れの時間ですかね。ちょっとね先ほどのご本のこととかね、はい、よかったらご紹介もう一回、あのなんかイベントのお知らせとか何かないですか。そうそう、うん、先生それよりもですね、すごい気になってるのこのプロレスと心理学、うん、これ何なんですかっていつも思いながら、プロレスと心理学は似ていると僕は思っていてですね、はい、そこがすごい不思議なんですけど、はい、あのプロレスもプロレスファンですって飲み会で言うと、はい、あれやらせでしょうとかですね、はい、あの八百長でしょうなんて言われるんですけど、心理学なんかも飲み会で心理学者ですって言うと、まあ、あのうさんくさいやつですかみたいな言われるんですか。結構言われたりするんですけど、まあそのやっぱ方法論、プロレスも心理学も方法論が非常に細かくあってですね、はい、その方法論とかを学んでいかにその科学になりにくい素材の心を科学にしてるかっていうのを学んでいただくと魅力がよくわかるんですけど、プロレスもですね、まあ、ロープに行って戻ってくるとかブレンバスターで、はい、空中で耐えてるとかですね、はい、そういうルールを細かく知ることで初めて、まあ、魅力がよく分かってくるみたいな、そのちょっと勉強すると非常に奥深い世界があるっていう面でプロレスと心理学は似てるというふうにですね、ずっと無案前から標榜してるんです。あ、そうなんですね、はい、あ、そうでも先生もこの間もおっしゃられてましたけど、心理学は自分で学ぼうと思って自分がもうしようと思ったらすぐできる学問だというふうにおっしゃられてましたよね。まあまあ、本を読むところから始めればですね、はいはい、大学に行かなくてもまあ十分なことは学べるかなという気はしますね、うん、まずはこう自分から学ぼうという姿勢が、はい、奥深く知ろうってですね、上辺だけじゃなくって知ろうって姿勢が大切ってことですよね、はいはい、まずはぜひ、まあ、私の本からでも、はい、ぜひちょっと取っていただいてですね、読んでみてもらいたいなと思います。どうもありがとうございます。はい、ございます。はい、じゃあ、今日のエンディング曲は奥深く、奥ゆかしくね、相手を思いやる心をイメージしてふんわり柔らかな声の、手嶋葵さんのカバーで元気を出してでお別れしたいと思います。野先生最後までありがとうございました。ありがとうございました、はい、皆様も、心身ねお疲れの週末だったと思いますけども、無理をしすぎず自分にも周りにも思いやりを持ってお体を大切にお過ごしくださいね。それではさよなら。さよなら。